私一つ実験してることがあるんです。っていうのが、私理科の教員でしょ。で、理科の教員で命がテーマなんです。理科っていうのはテーマ命なんです。で、ずっと命と向き合って生きてきた。で、その最たるものが命をいただく、つまり食べるっていうことです。私たちって大きな宿命を背負って生きています。食べないと生きていけないんです。食べるってなんか簡単に済ませる人が多いですけど、命を奪う行為です。ですよね。私たちは他の命を奪わなければひとときも生きていくことができない、そんな宿命を背負って生きているわけです。科学のテーマってそれなんです。命なんです。ほでね、私若い頃にその食肉処理場の見学に行ったことがあるんです。で、いろんな食肉処理場に縁あって、行かせていただいたわけです。さっきまで生きていた、鳥や豚や牛がもう次見た時にはね、生き絶えている。そしてそれがきれいに処理されて、お肉になって出荷されていく。そんなのをこう見つめながらね、生きるってどういうことやろうな、命ってどういうことやろうなっていうのを自分なりに考えて考えて今生きているわけです。一つ決意したんです、私ね。そういうその学びをする中でね、自分の目の前にやってくる食べ物食事っていうのは全て命なんだって思ったんです。その命をいただくときに自分は感謝の気持ちを忘れないようにしようって心に決めたんです。だから自然といただきます、ごちそうさまっていう言葉が出てきました。そしてね、命に感謝して食事をいただくと必ずこの言葉が出ることに気づいた。おいしいっていう言葉が出るんです。私目の前の食べ物に感謝を始めてから、おいしくない食べ物に出会ったことがない。だから私ね、お店屋さんを選ぶのをやめました。だってどこに入ってもおいしいんですもん。不思議ですよね。世の中にたくさんの人が、ここの食べ物やおいしい、ここの食べ物やまずいね、これはおいしい、これはまずいみたいなことをたくさん言っとるじゃないですか。インターネットでもそんな情報山ほどある。そんな情報を一切取り入れなくても、おいしいお食事にしか出会ったことはない。不思議ですよね。それは間違いなく今から私がいただこうとしているその食事が生きているっていう証拠だと思ってます。私たちは死んでいると思っている。いや、もっと言えばこの机にしても畳にしても何にしても全てもう命がないと思ってますよね。私もかつてそんな人間でした。全てに命があって、まだそれは生き続けていると今思ってます。で、そうやって生きていくとね、私不思議なことに体調を崩すことも、なんか大きな病気をすることもなくなったんです。私今壮大な実験をしてるうち、自分の体で実験するの自由でしょ、ね、それ皆さんを捕まえてなんかどっかに拉致して実験したら、それはね、実験問題ですけど、私が私の体を使って実験するのは私の自由じゃないですか。で、実験をしてる人は感謝をし続けて食べたらどうなるんだろうっていう実験をしてるんです。不思議でしょ、ね、まあだから頭がおかしいやつだと思ってください。で、今もうそれ、仕事辞めてもう5年目ですけど、今まで大きな病気一回もしたことがないし、おかげさまでね、仕事に穴が開くことも全然ありません。今日も元気でここにいる、ね、まあ、さっきトビウオのお刺身いただいてやってきましたけど、まさに命をいただくそのままの状態ですよね。ありがとうって、おいしいなって思いながら食べる。人生幸せに生きるコツっていうのがあるんです。幸せに生きるコツがたった2つあるんです。簡単ですから、メモすることもないぐらい簡単です。なんでやりたきゃやってください。で、別にやりたくなければやらなくていいです。私は皆さんがやろうがやる前がずっと死ぬまでやりますんで、2つだけあるんです、コツが。聞きたいですか？別料金ですけど大丈夫ですか？いきなりかみたいなね。いやいや、そんなことない。2つだけ。1つ目、天気の悪口を言わない。2つ目、食事の悪口を言わない。この2つで間違いなく天が味方してくれる幸せな人生に突入します。私は今その実験をやってる最中です。悪口を言うとか文句を言うとか批判するとか、それ全て
自分で善か悪かに振り分けているっていうことです。ジャッジをするっていうことですね。あのね、自分で善か悪かを振り分けているうちは幸せにたどり着けません。私がやってるのは天気の悪口を言わないこと、そして食事の悪口を言わないこと、これを続けてます。そしてこの2つが自然にできる仕事が1つだけあるんです。無理なくこの2つが達成できる仕事が世の中にたった1つあるんですよ。私それを今やってるんです。それが農業っていう仕事です。皆さんがよく、あ、今日はいい天気やね、あ、今日は天気が悪いなとか言うじゃないですか、ね、何が基準なんですかね。百姓にとって全てがいい天気なんです。はい、晴れの日もいい天気、風が吹く日もいい天気、雨が降る日もいい天気、嵐の日もいい天気なんです。全てに意味があるんです。全て必要なんです。みんないい天気なんです。私が前職は大江戸川学習館っていう、まあ博物館みたいな水族館みたいな施設で、仕事してたんですけれども、それって生き物たちを展示してる、生き物っていうのは動物だけじゃない、植物も展示してますんで、敷地内に山ほど植物があるんです。花も樹木もね。で毎日水やらなあかんのです、晴れたら。だから雨が降ると超嬉しかったんです。しかも私が水やり当番の時に雨が降ったらもう史上最高に嬉しいんです。やったーってね。今日水やり船で済む。だって水やりに2時間かかるんですから10分ぐらいやったら私も喜んでやるんです。2時間も水やりてたらね、もう本当俺に水をくれみたいな状態になりますから。本当に雨が降るのがね、嬉しくてたまらなかったんです。人間って勝手やなと思いますね。はい、私がそういう仕事に就かない時は雨が降ったら、なんだなんで雨が降るんだよとか言ってたんですよ。ね、しかもずっと晴れ続きで、しかも夏の暑い時に晴れ続けたら、なんで雨降らねえんだよとか言うんですよね。ほんで暑い暑いっちゅうんですよ。ほんで冬になったら寒い寒いとか言うんですよね。早く夏になれとか思ってるんですよ。ほんで夏になった瞬間に早く冬になれとか思ってるんですよ。まあ人間って本当にこう勝手な生き物やなって思いますけれども、天気の悪口を言わなくなるだけで天が味方してくれますよ。だって天気って何ですか？天の気ですよ。天のエネルギーなんです。つまり天気の文句を言う人たちは神様に向かって文句言ってるのと同じなんですよ。はい、そんな人を神様味方しますかね？例えば皆さんがタマちゃんに向かって、おい、ひげ剃れやとかね、うん、お前ちょっとダイエットしろやとかね、もうちょっとお前ちゃんとした服装着てこい、なんやこのタマちゃんファームって、お前ふざけとんちゃうんかみたいな、目の前に出てくるやんか、お前スーツでもお前着て出ろやとか言って、タマちゃんサインお願いしますとか言って私がサイン書くとでも思いますか？つまりありえないですよね。塩まかれても不思議じゃないぐらいですわな。同じことやってるんですよ、天気に文句言ってる人たちは。ねえ、雨降らせえや、晴れにせえやって、嵐なんか来んだや、早よ夏になれやって、神様私の願いを聞いてもらえますかとかいうことやってるんですよね。皆さんが神様やったら多分イカズチを降らせると思いますわ、ズゴーンって、ふざけんなみたいなね。だから天気の文句を言う人はうまくいきません。だからね、この話を聞いてあかんと思ったら、もう今日限りに天気の文句言うのやめなさい。ね、それだけで天が味方をしてくれますから。すごいですよ、私の味方の度合いなんか半端じゃないですよ。私行くでしょう、雨が降ってるのに私が外に出ると止むんですよ。おかしいと思いませんか？私が行く飛行機で着く2時間前は嵐になってるのに、北海道とか嵐とか吹雪になってるのに、私の飛行機が着く頃になると綺麗に晴れとるんですよ。で、私がその北海道出発するとまた嵐になるんですよ。そんなのが全国で続くと、あいつはなんか特別な力を持っているみたいなね、そんな噂が一人歩きしてきて、だから超都合がいいですよね。その通りだよってね、俺の言うこと聞かないと大変な目に遭うからねって、気をつけた方がええよって、何でも俺の言うこと聞きなさいっつってるんですけど私が天気の悪口を言わなくなったら天気が私の味方してくるんですね。それともう一つは食事の悪口を言わないっていうことですね。だって食事って今から自分の体の一部になるんですよ。わかりますかね？皆さんの食べ物ってやがて皆さんの体になるんです。その皆さんの体になるものに対して
あーちょっとマジなおいとかって、あー食べたくねえこんなのって、いらねえわーって、もう食えねえ食えねえみたいなことを言ってごらんなさいよ。私がその食べ物だったらくれます。はい、ですよね。もう私元ヤンですから。ほんでね、体の中入って思いっきり暴れてやろうと思いますわ。ふざけやがってこの野郎ってね、見とけよ、絶対復讐してやるっつって体の中で暴れますわな。それが病気なんですよ。だから食事の文句ばっかり言ってる人たちはすぐ病気になりますよ。気をつけてくださいね。どんな食事が出てもそれは命であるっていうのを忘れなかったら、感謝の気持ちを忘れることはありません。そして感謝の気持ちとともに食べると、自然とは今日のご飯おいしいっていう言葉が出てきます。皆さんが褒められたら嬉しいでしょ、ね、あなたに会えてよかったって言われたら嬉しいじゃないですか。食事だって一緒でしょ、ね、目の前の食事命ですよ。その命を投げ打って今から自分の命になろうとしてくれている、そういう、存在に対して、ああよく来てくれてありがとうって、今から自分の体の一部になって自分を応援してねっていただくのと、今日なんだこれマジなおいって、こんなん食えるかよって、まあ仕方ねえ腹減ってるから食うけどよって言って体に取り込むのとではエネルギーが違うのは大体皆さんお分かりでしょ。ですよね。だから私元気なんですよ。あの元気に元気ピンピンしてる人たちを観察してごらんなさいよ。絶対食事の文句とか言ってませんから。今日も美味しいわって言ってますわ。あの元気に生きてる人って文句言わない人なんですよ。と文句ばっかり言ってる人はいつもあここが痛い、あそこが痛いね、人が自分の言うこと聞いてくれないとか、そんなことばっかり言ってる人たちっていうのはやっぱり そんな人生を歩んでいくわけですよね。なんでね、皆さんがもし幸せな人生を歩みたいと思うんだったら、天気と食事の文句を言わないことをお勧めします。はい、もうこれ聞いただけでも帰っていいと思いますよ。もう、はい、たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。